じゃこんにちは。第2弾救いたい、はい、藤波投手を。藤波なぁ、先発でもダメ、中継ぎでもダメ。そうです、7日、はい、ロイヤルズ戦1点ビハインドで7回から救援登板し、1回は1イニング無失点に切り抜けたんですけれども、はい、回またぎ、イニングまたぎの8回に3連打浴びて3失点、2試合連続での救援失敗、防御率が 13.94 まで悪化、3A もう降格というふうに向こうでは言われ始めているという現実になってきてしまいました。 3A どころでは 2A っていう話もあるよね。飛び越して 2A まで、そうそうそう、まあ、そういうことも書かれる。そうですね。でこのチャンネルでは先発の時に結構失敗して一回動画を上げて、豊さんがもうフォームを横からあの横投げにするなり変えないとバラバラだと思う、ね、バラバラだよね、はい、っていうふうに話していました。で今もう救援でもちょっと不安定なことになっちゃってます。まあ、不安定だな。不安定すぎますよね。いやいや、なんで買い叩きさせたのかなと思うぐらい。そう、いや1イニング良かったらもうそこで下ろしたきゃさ、いいイメージができんのにって。買い叩き行ってしまったんですよね。そう、でもコメントが面白いな、はい、いや1イニングは抑えられたと、いいところが見れたと。え、ね、だけど、まあ、2イニングは残念だったなみたいな。どんだけポジティブですか。接戦だっただけに。いやいや、まあ、接戦なんか4対1になって、そう2対1負け確定になっちゃったんだよね。そうなんですよ。まあ辛いな、はい、でアメリカのオンラインマガジンの INSC マガジンは藤波が2023年の最悪の契約だったことを MLB で示し続けていると。アスレチックス投手の藤波がまたひどいパフォーマンスと、もう厳しい論調でツイートしたと。まあ、よかれ悪かれ、話題になるっていいことだよ。もう、まあ、話題にならない人もいますからね。いや、そりゃそうだよ、はい、だって藤波っていうのは全米で知らない人がいなくなるかもわかんない。もうこれ、こういうこと、団長の藤波ですみたいな。異名を取るぐらい。いや、異名を取るみたいな。まあ、その日本阪神でやっていた時かな、こういう傾向っていうのはちょこちょこは、まあ、あったりなかったりという感じだったので、なんか日本のファンはそうだよねっていう思うファンもいるでしょうし、これどうなっちゃうのかな。これ契約がまずどうなってるかですよね。いや、まあ契約は1年契約なんでしょ、はい、例えばその細部で、例えば 3A に落としちゃダメよとか、そういうのあるんですかね。まあ中にはあるよね。あ、落とせない契約っていう、はい、ただ9月からなんかその枠が外れてみたいな、うん、外れるっていう、うん、まあ、そういうのはあるだろうけど、どうなんだろうね、どんな契約してるのかね。まずそこですし、でも藤波もちょっと一回立て直すために 3A でちょっとやってみるとか、はい、それも俺はありだと思うけどね。例えばこれ仮に 3A に行ったとして、伊藤さん、藤波投手がまた立て直るっていう、そのどうですか、ありはありますか。ない、ない。そうですよね、うん、そうですよ。いや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 、そんなないよ。これはあの劇薬が必要だってこの前も言ったけど、やっぱ何かを変えないと、もうこのままじゃ選手生活が終わるな。そうですと俺は思う。これその1イニングはピシッと抑える、でも次のイニングでおかしくなってしまうっていうのは、これはどういうことなんですか。もうガラッと人が変わったように。やっぱ日本の時からそうじゃない。はい、だから全く信用できるピッチャーではなかったというね、はい、で、おお、次も行った次も行ったって、なんか綱渡り状態なんだよね、うん、いつもね、はい、だからそれが安定的な投球ができないのはなぜかという、そしたらなんかリリースポイントがもうバラバラだと。で今までこう投げ方っていうのはそんなに変えてきてないと思うんだけど、腕の角度だとかね、だけどそこでバラバラになるっていうのはやっぱ投げ込んでないのかなっていうような感じもするよね。うん、それとその再現性がないっていうのはやっぱ練習だと思うんだよ、ある程度の、はい、でそんなにさ300も400も投げろって言ってるわけじゃなくて、やっぱ再現性をこう確かめるためにやっぱある程度の球数は投げないといけないとは思うんだよね、はい、でも俺それじゃなくてもうここら辺のイメージっていうのはやっぱあると思うんだよ、もうなんかこうバラバラになるっていう。だからもう劇的に投げ方を俺は変えた方がいい。だから2ヶ月間 3A にいさせてくれって、2ヶ月で習得できるような気がするんだよね。おお、上から藤波はね、決してね不器用な選手ではないんだよ、うん、器用だからこっからこっからこっから投げられると思うんだよ。でも劇的にこう変えてしまうと、やっぱこう一つのことを得ようとすると同じような再現性を求めると思うんだよね、はい、人って、うん、だからそれが身についた時に初めて藤波がピッチャーとして成立するというか、今ではやっぱピッチャーって言えないもんね。ちょっとそうですね、この投球を見てしまうと。そうだね、はい、だから
だからそういう意味では劇的に変える方法しかないような気がするよね。それかもう徹底的にもうリリースポイント、これを覚えるか、もう安定させて。でも今までやってきて覚えないわけだから。そうですよね。だからちょっと厳しいかなとは思うけど。藤浪投手がその阪神に入って高校から卒業してすごく良かった時期が続いたじゃないですか。あれは何が良かったんですか。高校の時はレベルっていうのはやっぱ藤浪から比べるとちょっと低いんだよね、うん、でレベルの高い選手が低いところでやるとやっぱり見下ろしじゃない、うん、はい、うん、だから 100% じゃなくても抑えられる、うん、まあ80から 90% で抑えられる、うん、でちょっとあ危険だなと思ったら100いく、うん、で抑えられる、はい、そのぐらいのレベルでやっていて、うん、でプロに入ってもそういうこうなんていうのは余裕があったよね、はい、でやっぱ藤浪にプロのバッターっていうのが慣れてくるとやっぱこう対策をしてくる、うん、そこでやっぱ全力じゃないと抑えられないって言ってからバラバラになってるんだろうね多分。で、はい、藤浪投手は、まあ、その荒れ球が逆に武器でいいっていうふうなのもあるじゃないですか。それは生かしきることが今できてない、もう荒れすぎちゃってできてないってことなんですか。あと、もう全てが荒れ玉なのね。そうかそうか。だからその軸となるものがあって荒れてるんだったらいいけど、はい、軸もなければやっぱバラバラになってるというね。あ、だから横から投げてみて試してみるんだよ、うんうん、それで感じが良かったらそのまま、感じが取れなかったら、うん、でも横に投げてたっていうことが上に戻した時にスッキリするかもわからない。わかる、はい、横に投げて、だからそういうもんだよ。だから劇的に何かをこう変えてこうやらしてみると、うん、あ、やっぱこう上の感じの方がいいっていう感じの良さっていうのがどちらにあるかっていうことだよ、うん、ああ、それでじゃあ上で行くのか横で行くのかっていうのを掴んでくると思うよ。あ、そういうことなんですね。だからまあそういうこともやってほしいなとは思うけどね。そうですね。あとやっぱりそのピッチャーであれだけいろんな方向に荒れちゃう球ってあんまりそういうピッチャー見たことはないんですけれども、普通一軍にいないやん。そうですよね。どうしてあそこまであの方向にボールがいっちゃうんですか。あれは どこがだからまあリリースポイントだとか体の使い方が一定しないんだろうね。体が開いて腕が遅れて抜けるとかさ、はい、逆にそうしたら体を止めて開きを抑えて腕振ったら引っ掛けたとかさ、だからこうちょうど頃合いのいいところが見つからないんだと思う。それは今、まあ、ここの数年ずっと苦戦しているっていうことなんですか、ね。まあ、そうだね。でもそれはやっぱこうある程度再現性を求めるんであればやっぱ練習も必要だし、うん、頭の中で描けてるかなって自分のことが、うん、で頭とだから俺らでもその例えばバッティングフォームを見る、はい、え、こんな打ち方してんのみたいな時があるんだよ、うん、ね、自分の映像と画像が違うっていう。でもいい時って俺の打ってるイメージと画像が合うんだよ。だからそういう風に合わせていかないと頭の中でこう自分のイメージと自分の投球フォームっていうものを、そう、まあ、そうなってくると感性が生まれてきて、はい、その自分の映像を頭の中でこう描くといいフォームになるというね。だからもうそれはもう映像はいらなくなる。あ、でもその最初はやっぱり映像が必要ってことになってる。いやいや、自分の見てみればいいんだよね。そうですよね、まあ、見てると思うよ、うん、ただやっぱどうも体がうまくいかないんだろうね。そうなんですよね。あとこの前のサンデーモーニングでその森重さんが出演されてた時にその藤浪投手のことをハートっていうふうにも言ってたんですけど、ハートがどうなんですか。ハートは確かに大事だと思うよ、うん、ただハートで解決してはさ、もうそうですね、もうそれだけじゃない。だからそのハートじゃ解決できないところに来てるんだよ、そのハートとか。そのだからハートを結局自信を持つとか向かわせるっていうのはやっぱ確固たるものがないとやっぱ自信にもならないし向かってもいけないわけよ、はい、だから確固たる何かをつかまないとダメっていうことだよね。そうですよね。だからそれはやっぱ向かっていく気持ち、そういうものは藤浪も今持ってるだろうし、はい、じゃないとマウンドに上がれないよピッチャーってね。そうですよね、うん、まあ、職業だから上がれって言ったら上がるのかもわからないけども、だけど、うん、なんて言うんだろう、うん、やっぱり自信がない、その裏付けを作るにはやっぱ何かの結果を残していかないと、はい、それと何かをやってきたという証拠を残さないとさ。そうですよね。だからなかなかな気持ちだけでは無理だろうね。
そうですね、うん、ということはやっぱり一回その本当に 3A に落ちてそのフォームを何か自分なりに改造するなりもう一回見つめ直した方が、あのね、藤浪ってねすごく恵まれてきたと思うよ、はい、例えば甲子園で春夏連覇するとかね、うん、で阪神にドラフト1位される、うん、でルーキーの時からこう騒がれで勝ち星も順調に来た、はい、一度にタガが外れるとなんかガタガタになった、うん、一回 3A を見てみるのもいいと思うよ、うん、まあ、2A でもいいよ、はい、これはなぜかというとやっぱ彼らがどういう思いで野球をやってるかっていうのを見るのは俺すごく大切なことだと思う。で俺も見たことない、ただその行ったことはある、はい、引退してからね、うん、そしたらねものすごく上に対して憧れを持ち、うん、必死に這い上がろうとしてる姿があったよ、はい、あこの子らってすごいなって、でお前今日何食べたって、今日まだ何も食べてないと、いやクラブハウスで練習終わったら飯があるから、うん、いやそれを楽しみにしてるって、あもう朝食べないで大丈夫かって、もう慣れたって、でなんで食べないんだったら金がないって、あそうかとか言って、で頑張れよとか言って、うん、でハンバーガーをちょっとそう売ってたからこう買ってちょっとこれみんなで食べろよとか言って渡したこともあるんだけどさ、でも彼らがやっぱりどういう思いでやってるかっていうのを見るとやっぱ目から鱗で何か感じ取ると自分が何をしなきゃいけないかっていうのが見えてくるかもな。そうですよね、うん、だって今は金もあり日本に帰ってきたって生活に困ることはないと思うけど、だけど彼らの姿を見て何を思うかによって藤浪の今後が決まるような気がするな。そうですね、うん、まあ話には聞いてるとは思うけど、うん、藤浪もね、はい、だけど実際自分が体験してみて何を感じ取るかっていうのはすごく俺は大切なことだと思うけどね。そうですね、だから意味のある例えば 3A だったり 2A を一度経験して、うん、そこからまた上がっていっていいピッチングをするっていう、まあ、そうだな、だからまあその例えば2ヶ月だったら2ヶ月、1ヶ月だったら1ヶ月でもいいけど、やっぱ何かをこう変えていかないとさ、はい、何も生まれないということだよ。今のままじゃやっぱもう今のままで終わるような気がするよね、うん、そうですね、あのね、藤浪投手今は本当にこう違う意味でそのメジャーの中で名前が上がってしまっていますけれども、やっぱりかわいそうになるからな、うん、いやそうなんですよね、なのでいい意味で藤浪投手の名前がメジャーリーグの中で広がっていってほしいですね。まあそうだな、それには相当時間かかるけどそうなんですけどね。でもね、ここでもうクソみそ言われてるわけだから、はい、でもこっからちょっとよかったらものすごいギャップがあるからね、うん、そうです、こっからだからすぐだから、そうですよ、ね、頑張ってほしいな、はい、はい。